長大戦は、近代中国の書画家である、書、天国、詩の分野でも活躍した。彼はまた多くの専門家に願作者の一人として知られている。出生時の名は、政権、後に、ここに改めた、王戦はこうである。祖籍は、関東小番具県、新朝時代、1899年5月10日の、四川省内港に生まれ、若い頃より、 伝統的な中国画の技法の修行を積む。また、1917年、19歳の時に、日本の京都へ留学し、京都芸術専門学校で3年感染職を、学んだ。1920から30年代には、上海等での古典で認められ、南張りと称えられた。要継人著長朝代宣伝によれば、1931年に、闘争を原名中国画展代表として、 日本を短期訪問している。1933年には、中央大学芸術専攻教授を務め1936年に、上海中華書局が、長大線画集を出版、女費大鳥画像を書500年に一人の画家と、称賛される。1940年から約2年7ヶ月にわたり、トンの抜光靴に住み込み、壁画の模写に取り組む。模写は、 芸術的で美しい作品となるように古ぼけた核、時代の壁画の変色、剥落した部分を推定で補いながら制作された。ちなみに、トンコ光靴における最初の模写を行ったのは大戦であるとされる。1942年にその成果が発表されるが、それによってトン壁画の素晴らしさが大きく広まることになった。この時、共に抜光靴に赴いた。 諸画家のシャチリューが、トン石子付き、トン芸術序録という記録を残している。ボストン美術館像の伝石堂の湖三世、赤月軸。研究の結果、大戦による贋作と確実視されている国境内戦が始まった後の1948年に、香港に移り、以降は、ブラジル、アメリカなど国外に20年以上滞在する。1951年に、 アルゼンチンに移り、1953年にブラジルに移住している。海外で当時流行していた印象派や立体派などに触れ、中国画に西洋の技法を取り入れた作品を制作し始める。ピカソに面会しに行ったこともあり、写真が残っている。1957年、秋街道という作品が評価され、ニューヨーク国際芸術学会において金賞を受賞。 1959年にはかねてからの眼病の治療のため渡米するついでに日本に立ち寄り、在英の中国人作家、良宿家と画家の大渡る縁と鎌倉旅行を行っている。1974年にアメリカカリフォルニア州太平洋大学名誉、人文博士号を授与される。1978年に台湾に移住。晩年は台北に住み、水墨画に専念。 1982年、中華文化の特別芸術家として、中世勲章受章。1983年4月2日8時15分、同地で心臓病により没。去年84、没後、遺族が死亡院式の住居を台湾の国立呼吸博物院に寄贈し、長大戦記念館として、現在一般公開されている。2011年現在、オークションで、 彼の作品は高値で取引されている。例えば2010年5月17日、1968年制作の作品でオーストリア西部チロル州にあるアーヘンコを描いた憲法式祭アイコンコで展示されたことがあるが1億80万元で落札。2011年5月31日、香港外見比白売り公師主催のオークションで、 1947年制作の作品数が1億9100万本コンドルで落札。2016年4月5日にはやはり香港外見被較売り講師主催のオークションで1983年制作の作品10日春が2億7070万本コンドルで落札されている。代表作にロザンズ、バチスミニバナズ、中老樹女ズ、京京業船図などがある。 山水画の他に、季の描写を得意とし、とりわけ蓮の花の画題で独自性を発揮した。彼の画風は優雅で、連綿と続く中国の伝統を強く感じさせる。晩年は水墨画に洗練し、発墨という技法により、絵に動きを出したり、色彩のコントラストを強めたりすると、力強く、起因に満ち溢れた作品を生み出した。古典的な中国画の技法と現代の新しい技法を、 融合させたと評価されている。非常に猿が好きだったとされる。長大線は、上記のような経歴を持ち、オークションで、オリジナルの作品が高値で、取引される画家であるが、困ったことに彼は元作者としても有名である。1999年、ニューヨークのメトロポリタンミュージアム像の塔原作、ケガンズ、軸について、これが、大せの岩作かどうかについて公開シンポジウムが、 開かれ、大戦の岩作であるとする学者、桃源の新作であるとする学者双方が論人を張ったが、結局、未決状態になった。名山を多くは、巨幅名店ロザンズを紹介する、国立呼吸博物院のサイト、ありがとうございます。